ですね、再び、ダイスさんの方に来まして、はい、今回は、フォグランプの方をつけていただきます。で、今回、担当していただくダイスのあかりさんです。よろしくお願いします。お願いします。では、早速なんですけども取り付けしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。では、取り付けていただくフォグランプがこちらになります。こちらの、特徴を教えていただけますか。まず第一前提として、はい、純正のバンパーについてるフォグランプのユニット中身がそのまま使えるんで、純正でもともとついてる高軸調整の機能とか、はい、そういったところも使えますし、まあ、純正のバルブ、ハルゲンのバルブが今は入ってるんですけれども、はい、入ってます。で、ハロゲンバルブってもともとそこそこ熱を持ちますし、で、あとは HID にした場合、社外品のいろんなメーカーの全テストを僕たちもするわけにはいかないので、はい、一応熱が逃げるように下と後ろは穴を開けて、前からも隙間を開けて風が入って抜けるような構造にしてあります。はい、あとは最近流行りの LED バルブとかも、はい、後ろがこのハロゲンのバルブよりも傘があるものが多いので、そういったものもつけれるようにちょっと大きめに裏は穴を開けて、純正フォグランプを使ったまるで社外フォグランプのユニットみたいな見た目で、で下のステーがもうフラットにしてあるんで、はい、ダイスのバンパーだけじゃなくても、天面がフラットなバンパーであれば重量とか逆さまにつけてもらったりとかはもう全然お客様自身で考えてつけてもらえるようになってます。高軸調整、はい、要はフォグランプが下向いたり上向いたりっていうのを、社外品のフォグランプとかだとね、もうフォグランプ自体で向きを変えちゃったりするのが多いんですけど、純正のフォグランプはネジでこの中のユニットだけが動くんで、その機能はもう生かした作りにしております。わかりました。この構造がまたウレタン製じゃないと、難しいと思いますね。ほぼほぼこの細かいネジのダミーな感じで作ってる形とか、はい、このフィンの形状とか、はい、あとは純正のフォグランプがパチッとはまるようになってるんですけど、そういったところの構造は、ウレタンでないと難しいと思います。わかりました。これがまず純正フォグな。バンパーから外してもうパカパカとこの爪とかで、これを浮かして、これも浮かして、これ人ないから、ここにクリップがついてるから、これもこれをまず取るわけで、こいつがポコッと抜けんねやんか、んで、うちが作ったこれにこいつをはめて、でこいつをここめがけて差し込んで、ここにはまるような位置にしておいて、あとはこの穴めがけて、これで高軸が効く。フォグランプ上向かして下向かして、これを後ろからつけてください。ここでね、ビス止め、ビスで止めてください。この足を、これもこっち向ける、こういくか、足をひっくり返してつければフォグランプが前に飛び出すみたいな、一応位置調節ができるみたいな、そういうアイテム。簡単ですね。
まあ、あとはもうノーマルをつけてください。っていう感じです、はい。ボブランプ、今はもうダイスのバンパーがついてる状態なんですけど、はい、もともとの純正のボブランプの線は今は中にちょっと隠してあるんです。で、まずはボブランプの位置を決めて、はいはい、この2箇所ネジを通す穴が開いてるんで、はい、その位置でバンパーに穴を開けて、はい、で取り付けして、今回まあ下側につけるということで、はい、下側に穴を開けてビスを通して固定して、で純正のフォグランプの線をもうこの裏にカチッとさせたらもうそれだけなんで、結構、まあ、ドリルがあれば、はい、あとはもう簡単な方法でやれば取り付けられるかなと思います。デモカーの方にも既についてますけど、はい、デモカーだとどのあたりになりますか？デモカーは一応この上に、まあ、イメージ的にはこんな感じですね。はい、わかりました。で、私は今回ちょっと下の方が可愛いかなっていうふうに思ったので、こんな感じでお願いすることにしました。で、フォグランプの取り付けの位置に関しては、はい、車検に対してフォグランプの取り付け位置の基準っていうのが、結構ここはダメ、ここは OK っていうのが決まってるんで、そのあたりはもうお客さん自身というか、バンパーとか車高によっても取り付け位置変わってくるので、皆さん自身で調べて、まあ、問題のないところにつけてもらえればと思います。そうですね、はい、結構いろんな決まりがあるみたいなので、ご自身で調べていただきます。そうですね、はい、メジャーとマスキングテープで、そうですね、はい、で一応やってみた。今回は、はい、バンパーの端から30センチの位置にフォグランプの線、何度も見ても位置に取り付けようと思います。はい、端っこってことですか？いや今回はバンパーの端から30センチの位置にこの、はい、中心がセンターが、はい、ここに、ここが30センチ、端から30センチのところにこの中心が来るようにつけてもらいます。今回下につけていただくことにしたんですけど、はい、なんか上につけるときと下につけるときとで注意するべきところがありますか？上につけるときは、はい、この上につけのスケールから後ろがやっぱり後ろの方が出てるんで、はい、あんまり後ろすぎちゃうと振動でガタガタしてここに当たっちゃったりする可能性も、まあ、ゼロですね。で、ダイスのバンパーは目、はい、いっぱいその穴の開けれる後ろにつけても、はい、当たらないぐらいの、もちろん自社製品同士なんで、はい、でもここがバンパーがここまであるところで、この状態で一応ここにしようって決めたりとかして、はい、後からフォグランプを上に乗せたら当たっちゃうとか、そういうのだけ上とかにつけるときは気をつけてもらって、で下はだいたい奥行きあるんで、はい、この辺りで大丈夫なんですけど、逆にダイスのバンパーつけてるお客さんとかだと、はい、あんまり外だとこのウレタンのおかげで、うん、当たっても、はい、何バンパーって説明したと思うんですけど、その柔軟性があるおかげで外側につけすぎると走行の振動を受けやすいというのがあるんで、ステーのなるべく近くの方がしっかりつけます。分かりました。それはもう上でも下でも、はい、取り付け用のネジはこれ今まだ片側分なんですけど、はい、付属ですか？付属します。はい、これは付属します。はい、はい、バンパー取り付けの時に純正のフォグランプを外したんで、はい、そのフォグランプを外した時の配線がエンジンルームの中に眠ってたので、はい、それをもう挿すだけです。はい、で、もともと通ってたところと違うところに線を通す時に気をつけるのが、例えばこのエアコンの配管とか、
であとはこのラジエーター、はい、この辺りは特にあの温度変化の激しい部品なんですよ、エンジンルームの中でも。だからそこに当たらないように通しておかないと、はい、熱でちょっと配線にトラブルが起きたりとかすることがあるので。わかりました。フォグランプ の、はい、あの取り付けの位置によっては配線がちょっと長さが余ったりするときは、はい、あのなるべく下でプラプラさせないように上の、はい、先ほど言ったような部品に干渉しないところで、はい、あのタイラップとかそういったのでこう、はい、ちょっと例えば上からだとライトの裏あたりとかでちょっと余った分は縛って、はい、あのプラ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 中で暴れたり下に垂れないようにだけ気をつけてもらった。今回下につけるときはちょうど長さが純正の位置とそんなに変わらないんで、はい、そんなに遊びが出ないんですけど、はい、上につける場合とか上につける場合とかは、はい、そうですね、ちょっと余ったりするんで、はい、完成です。はい、完成です。やったー。閉めていいですか？はい。閉めていい。はい。かっこいいな。いいじゃないですか。うん、かっこいい。皆さん、これはかっこよくなったと思いませんか？フォグランプはなくてもいいかなと思っていましたが、やっぱりあった方が断然好きです。では、あかりさん、今回はどうぞありがとうございました。ありがとうございました。で、あの、あかりさん、これからあのダイスさんの広報の方ですかね、やられているということで。そうです、はい、これからインスタの記事であったりとか、いろいろジムニー関係のことをどんどん上げていきたいので、ぜひインスタの方もフォローお願いします。はい、はい、うちの、 あの概要欄の方にあのリンク貼っておくので、そちら見てみてください。では今回はありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ダイスさんのフォグランプカバーを取り付けていただきました。技術もやっぱりすごいダイスさんですが、つけたらおしゃれになる商品もたくさんあります。これからも楽しみですね。ダイスさんのインスタや YouTube での最新情報を知れるので、ぜひ見てみてください。以上です。チャ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 ンネル登録お願いします。